毎週月曜日のこの時間は、松尾清のブラッシュアップ、日替わりコメンテーターによる解説で日々のニュースを掘り下げていきます。さあ、松尾さん、今日取り上げる話題は何でしょうかはいあのもうご存知の方も多いかと思います、おととい17日のことなんですが、はいえー、北海道の、まあ、玄関口とされます、空の玄関口ですね、新千歳空港。 はい、大体あの、札幌に行かれる方というのはここをご利用になる方が多いんじゃないかと思いますけれども、うんえー、その新千歳空港で搭乗待合室内の店舗でその店舗に備え付けのハさミがなくなったという申し出があったそうでこれを重く見たあ、まあ、保安検査のスタッフの皆さんが あまあ、その乗客をですね、もうすでに機内で離陸を待つばかりというな、そういう乗客の方も含めて、うんえー、まあ、一回、その、なんていうんでしょう、ファン検査室というか、そう、ファン検査エリアって言えばいいんですかね、<ー>あの、を、あの、総チェックするってことで、結局3時間ぐらい、<ー>飛行機。 大変な影響が出ましたね。はい、大変なこと、まあ、時期的なことも考えますとね、えー。お盆の規制も変わってたでしょうからね。はいうん、あの、だから、お,おと,とといの土曜日のことですよね。ええー、どもう、まあ、ロビーが、まあ、本当いわゆるこうごった返する状態で、これテレビなんかでご覧になった方も多いかと思うんですけれども、えー、これ、あのー、まあ、時系列の話すると、あの、午前9時半、 ごろに、はい、の搭乗待合室内の店舗からそのさっきお話し,しました、はたみを粉砕したという連絡があったそうなんですよ。えー、の北海道エアポートというところが、あのー、新千歳空港を運営しているわけなんですけども、はい、これでさっきお話し,しましたように、まあ、保安検査やり直すということですよね。あのー、これはねまああのー このごった返した状態の、うん、模様をした、うんはい、動画ですとか、写真というのもたくさんネットで見ることできますけれども、えー、まあ早い話が U ターンラッシュ直撃という、うん、ちょっと想定外もいいところの事態なんですが、はい、これね、みまだ見つかってないそうなんですね、いすよね現い じゃあその、皆さんはあのー、これ聞いてもちょっと、いまいちよくわかんないなって方いらっしゃるかもしれませんけどどういうことかっていうと、要はほら、皆さんね、飛行機に乗られるときに1回、あのー、保安のチェック受けますよね、うんで、それから機内に入るまでの間には、もう、えー、基本的にはチェックはないわけですけれども。はい その間にあの、ね、お店とかいくつかありますが、ええ、僕もあんまり普段考えることなかったんですが、そういうところでも当然あのあの、機内持ち込み不可とされているようなはさみですとか、刃物っていうのは、うんまあ、使ってたりもするわけですが、これ、普段厳重になんか持ち出せないように、持ち出せないように、はい、っていうか、店外には出せないようにこう、鎖とかをつけてる。はい そうなんですって、でそれを引きちぎるっていう表現が正しいのかどうか、あのまあ、無理にあの、うん、外して、えーえー、亡くなったという報告がなされたそうで、うん、これまず僕はこの,あのお店、まあ、どういうお店かまであのつまびらかにされてないんですけれども、このお店のスタッフの方の勇気を称えたいと思います。 うんそういうのはこれ、やば、ないぞと思っても、ええ、まあ気づかないふりをするっていうことも、一瞬でもまあ頭の中よぎったんじゃないかな、まあ、どうだろう、まあ、僕ならそうな、弱いところがあるんで。あのまず隠すつもりはないにしても、まずちょっと自分のところだけで探してみようとか。うん なんかそういう意識が働いても仕方ないところもありますよね。こっからね、見えるのは今、よく、うん、我々あのまあこういう空港のことだけじゃなくて、いろんな会社とかでも、いろんな隠蔽の事件を、ええまあ、特にこの数年よく見てきましたよね、ビッグモーターとか含めましてね。その時に、まあ、あのこういういニュース 大きくと、うん、あ、ちゃんとこういう勇気を持った方いらっしゃるんだなっていうふうに僕はまず思いまして、えー、自分ならこうできたかなっていうところでちょっとなんか、うーん。いや、よく報告できましたよね、本当に。いや、ここね、本当そうですよね。うん、それで、まあ、とはいえ、これじゃあ、開発防止とかってどうするんだろうって僕なんかやっぱ思っちゃいましたけど、うん、まあ、あの、 専門家じゃないんで、あのーえー、ここでうかつなことは言えませんが、ま,あ、まずあの素人考えでもあの思い浮かぶのは、まあ、二重にチェックするってことですよね、うんあの、登場の直前のとこでもチェックするシステムを作るっていうのがまずは考えられるかと思いますが、この先、あのー、いろんなセキュリティシステム、新しいセキュリティシステム、 まあ今回のことを期間として作られていくと思います。検討、もう検討始まってるはずなんですが、うん、えまずは人力で考えられることは、そういうダブルでチェックするってことかと思います。で、当然反発も考えられますよね。うんまあ、それだけ時間がかかってしまいますからね、<の>また乗り込むまでにね。そうですよね。うん、そうじゃなくてもね、あの、何、 何々便の方お急ぎくださいなんていうような。はいはいね、ええー、もうギリギリで、あの、本当ミリ単位で進行しているような、うん、ああいう現場においてね、うん、ただやっぱり、ま,あ、まずは今回、その、事故ですとか、あの、怪我っていうのが発生しなかったということを、うん、まあ喜びたいですし、こういうことが起こらないように、うん、あの、 まあ、その犯人探しなんかしてもせんないんですけれども、本当、くれぐれも空港で人の迷惑になるような行動はやめましょうと、公共性を考えると、まずはこう言いたいですね。そうですねもし、このハサミが紛失したっていうのが分かって、で<の>何か悪いことに使われたら、これ、大変なことになるっていうふうに発想を働かせて、早めに報告して。 空港としても、北海道エアポートからしても、検査しなきゃいけないっていう、皆さん、正しいフォーマットにのっとって、行動したわけですもんね。もちろんね、空港で夜を過ごすことになった方とか、いろんな影響出てるんですが、まず、全日空はこれに対して、お詫びということで、1万5000円を。 保証したということで、うん、まあそれをやっていない他の会社と比べられたりもして、えー、いますが、うん、ちょっとこれもあの、まあ、僕なんかはあそれよかったねってまず思ったんですが、うん、これが一つの前例になるっていうのも悪いことに利用されなきゃいいんだなと思ったりもし,しております。そうですね あとはですね、うんはい、この件で、まあ、僕、音楽業界の人間としましては、はい、このタイミングであの北海道であの、ライジングっていう音楽フェスティバルですね,ですね、はい、やってたんですけども、ねあの、あれですね、9ミリパラベラルバレットがあのこれで出演できなくなったんですよね、この影響でね。<ー>はい、で一方 えー、ギリギリで間に合ったのが、菅ガシカさんという風に聞いておりまして、えーえー、出番5分前に現場に着いたっていう風に聞いております。 守っっててる人だなっていうことなんですが、ま、とはいえ5分前だったらウォーミングアップすらできなかったでしょうからね大変だったと思います、はいあ,のまあ本当にあの僕の身近でもこんなことが起きてますからいろんなビジネスの現場でこの影響っていうのはもしかしたらまだ今も続いているのかもしれませんがまあ何せよ、うん、あの空港っていうのはこういうことが起こりかねない場所だっていうことでまあ,、うんあの 多少の時間の、あの、余裕、アルワンスっていうのを持って行動するに越したことないんだなということを痛感いたしました。本当そうですね。まあ、今回の発件もそうですし、はい、あとは週末、台風の影響とかもね、いろいろありましたし。そうでしたね。え、お盆は今年は本当大変なお盆だったなという思いもあるとますね。ね <laughs> そうですね。はい、えーえー。松尾さんありがとうございました。ここまで松尾清のブラッシュアップお送りしました。はい RKB ラジオをお聴きの皆さん声優のめぐみです8月24日土曜朝7時スタートの「帰りたいサラリーマン」にしげる役で出演していますポッドキャスト YouTube でも配信予定ぜひ聴いてください